皆さんご機嫌いかがでしょうか。爽快キックです。今回もね、任天堂スイッチ版ダービースタリオン実況を始めていきたいと思います。興味ゆっくりまったりと始めていきましょう。本茶ね、お紅ティーをいただいております。さて、前回ね、またスーパーサンクスいただきました。藤本隆之さん、隆之で合ってるかなね、ありがとうございます。はいね、あの7月の収益発表しました。下回ってね、発表しましょうかね。あのですね、8000円が目標と言ってましたけど、実はですね、7900何歩だったかな、7800何歩だったかな、もうギリギリ行きませんでしたね。7月の収益だから入ってきませんね。はい、参ったなっていう結構頑張ったんですけどね、7月の後半はね、ギリギリ行きませんでしたね。はい、さて行きましょう。まあちょっとね、ノーノーノーがダービーね、完敗でしたね。まあ期待したんですけど、まあちょっと現状無理かな。15着でね、距離も長いということで、まあ惨敗でしたね。まあ次走ね、函館スプリントで、まあ、短距離戦をね、ちょっと使っていこうかなと。この前に関してもね、距離伸ばしていきたいんですけどね。まあまずはスプリントからかな。ね、トゥルーマンちゃうわ。ね、メシアも G1 勝ちましたし。まああとは全部はガチンコでね、行かせたいなと。5G がどこまで走るかね。ちょっとね、体弱いんで心配ですけど、ね。あ、今週ですね。まあ、楽しみですね。どこまで走るかね。ただ、このまま普通のスピコメだよね。あ、放牧じゃねえ。間違えるなよ。まあ、ちょっと足元不安なんでね、お任せ調教でやっていった方がいいかな。ね。はい。まあ、怪物くんがね、あの、まさかの1億円超えっていうね、このまま入れ込んでるパスは発合かな。ね、どこまで走るんだろうね。ちょっとでも走れなかったら、ま、すぐ引退させますね。コメント何も言われてませんからね。まあ、それで愛ちゃんがね、まあ、距離こなしてくれたらいいんですけどね。1008どうにかこなして、ね、チャンピオンズカップが目標ですね。まあ、パークトマンはちょっと厳しいのかなというところでね。まあ、宝塚記念目指しましょう。はい。宝塚記念は何頭出しになりますかね。ね。全力で取りに行きましょう。まあ、お任せでいいかな。はい。はい。飯はね、まあ、ね、多少疲労が溜まってるんですが、まあ、おそらく出れると思うんでね。なんとか回復してほしいなと。宝塚記念使います。よし。多少ね、疲労が溜まってても、まあ、力発揮してくれると思いますからね。それでアカシックレコードがね、またね、安田記念で入り込んでしまったと。18着最下位ですね。ちょっとこのままやっぱ気性が荒いところがあるんですかね。ね、まあ気性なんとは言われてないんだけどね。まあそれでジパングがね、まあちょっと窮屈なところに入ってしまってね。相変わらず人気はないんですけど、まあしっかり走ってくれて6着と。ね、このままも、まあ、宝塚全力ですね。完璧な状態にしましょう。はい。ね、アバンチュールの子供で、ね、お兄さんの、エンジョイ、エミエンジョイですけど、種付けしてなかったね。ちょっと失敗したなと思っていて、もう空いてない。もうね、無理だよね。6月で不10体がいても種付けできないからね。ね、まあ、しゃあないな。ねえ、ブラックも種付けしてなかったし、今度だから、その、アマテラスにエンジョイは付けれるよね、おそらくね。それを付けましょう。はい、行きましょう。さて、翌週、ね、甲子園が始まってますけどね、高校野球ね。今年、関西めっちゃ暑いんで、もう35度超えがね、当たり前で、まあ、ツイッターの方でね、さすがに今年高校野球厳しいんじゃないかっていう話もしたんですけどね。まあまずはね、野球はまだ大丈夫だと思うんですけどね。それよりもやっぱりね、まあ、ラグビーとかね、サッカーのが大変だと思うんで、早退もやっぱり今でも夏にやってるんですかね。ね、でもそろそろやっぱり季節を考えた方がいいのかなって。野球もね、体力そんな使わないと言ってもね、ピッチャーはやっぱりしんどいと思うんでね。まあ分業制が成り立ってるので、
昔よりは体力ピッチャーもね使わないと思うんで、まあいけるっちゃいけると思うんですけどね、うん、野球はね。さてファンタジストにこれだけ引き離されてるっていうのはちょっとスピコメでもそこまで力ないかもしれませんね、うん。ね、野球はやっぱり練習の方がきついですからね、うん、むしろだから練習時間をね規制した方がいいんじゃないかなっていう俺らは思うんですけどね、うん。阪神競馬2レース2歳新馬、うん、ちょっとファンタジストにこれだけ負けてるのはちょっと不安ですね。距離的規制もこれ何メートル、マイルか、厳しいなこの馬もね、うん。さて頑張れ頑張れ頑張れ、ラージヒルなんかに負けるな。ちょっと壁だ、外に出してさせる、うん、手応えが悪い、ちょっと前には届かないね、最後までしっかり伸びて最後まで、うん、まあ、完敗ですね。うん、どうでしょうこれは、あまり期待できないから距離もちょっと不安ですね、うん、はい。 5G ってだから昔はエビダさんとか入ってたと思うんで、変わってるの 5G の中の人が熊沢さんとか入ってたっけねえ。さて愛ちゃん、うん、はい、三木秀明で、はい。でなんか武豊ジョッキーのなんか笑いとノリさんの笑いっていうのはね、なんとなくね薄気味悪い笑いじゃないですか裏になんか一物を抱えてそうなね。エビタさんの笑いだったらなんかすごいね、なんか明るそうな感じがするんですけどね。なんかオイラの個人的な感想ですけどね。はい、カード優雅で、はい。武豊さんとなんかノリさんの笑いはね、裏になんかありそうで不気味ですね。オイラはそう思うんですけど。人によって違うからね。うん、なんかツイッター読んでたんだよな。それで、昔話したことあるじゃないですか。オイラはなんかガソリンスタンドで、EXIT の兼近さんの人がね、すごい性格悪かったんで、なんかいろいろ文句を言ったことがね、ありましたけど、ツイッター読んでたら、なんか甲子園のそばに、甲子園の警備員かな。そこに、兼近さんのそっくりのね、警備員さんがいて、昔よく遊んでもらったっていう子供の頃ね、そういう女の子からやっぱりかっこいいじゃないですか、兼近さんはね。それで優しかったらやっぱりすごい印象残りますよね。そういう、まあ違う人でしょうけどね、もちろん同じさ人でもなんか印象は違うんだなっていうね、同じ人じゃないですけどね、もちろん同じような顔の人でもやっぱり印象がねそれぞれ違うんでね、ねえ。さて、愛ちゃん、はい、うん、うん、じゃあ、あとばなり、ねえ、愛を広げてくれよ、うん、ねえ、だから性愛を愛と捉えるのかっていうのはね、難しいですよね。やっぱり性愛は三次元的なもので、物質の奪い合いじゃないですか、ねえ。物質の奪い合いはやっぱり愛と言えるのかどうかって俺らは考えるんですけど、うん、ね、うん、感謝とかはやっぱりそのね再現がないじゃないですか。だけどやっぱ女性男性の恋愛は奪い合いですよね、うん、物質的な奪い合いであってどうなのかなっていう、うん。さて、パーフェクトマンね、まあお任せでいっか、はい、今日も雑談長いね、ごめんなさいね。メシア、ちょっとどうでしょうか。まあ、ダートマナでやりましょうか。次ぐらいで戻ってきてくれたら最高やけどね。はい、よし。うん。うん、アカシックレコード。うん、まあ、アカシックレコードは順調に来とるね。まあ、マナでいきましょう。うん。今週はね、もちろんリアル競馬やりますんで、競馬 Vlog ね、重賞やりますんでね、よろしかったら見てやってください。はい。ね、パッと入れてますから。まあ、ジパングは、何やろうか。ジパングもう成長せえへんかな。よくわからないんだよね、成長タイプがね。芝やろう。よし。うん、ジパングはもう余裕があるね。うん。
案外ジパングが G1 3勝決めてさ、殿堂入り決めてくれるんちゃうね。あの凱旋門賞はいけないよね。これまあそれマイルチャンピオンシップだもんね、いけないよね。はい、翌週よし。やっぱり一度凱旋門賞出したいですよね。まあ、ノーノーノーあたりがね、どこまで伸びるかね。アイちゃんもやっぱり距離が相変わらず持たないね、マイルはね。まあ、しゃあないな。うん。ちょっとアイちゃんに関してはやっぱりお母さんになって期待かな。うん。うん。地球を包み込む愛みたいなね。うん。はい、不良ババア。まあちょっと厳しいな。まあダートの不良ババアだったら、案外足抜きがいい時もあるんでね。うん、まあ、ただ、ダートの不良は時計かかるんだよね。主だったら時計が速くなるんですけど、不良の場合はね、まあ一概に言えないから。ちょっと出遅れましたね。入れ込んでるのかな。さて、伸びてこい、伸びてこい。させさせ、オーストから、オーストから、オーストから。カフェファラオやっぱ強いな。G1 馬だからね。なんとか2着ならある、2着ならある、2着にさせてこい、アイちゃんいけ、アイちゃん、オーストからアイちゃん、アイちゃん来てる、アイちゃん伸びないな、うん、悪くはないですけどね、はい、ちょっとまだ重賞ではね、厳しいかなっていうね、まあ短距離のがいいのかな、はい、まあ 1200m ならね、まあ、ただ弱面やね、これね。まあ、先行で行こう。ね、ビアンフェぐらいなら、50キロだしね。これ、勝たないかんよ。ちょっとやっぱり後ろに持たれないとね、やっぱ腰痛くなるんで。出て。よし、これでいけるかな。ちょっと今、ね、函館競馬10レース G3 ちょっと声小さくなりますかね、どうですかね、コンディションは良い、どうですかね、声入ってます、スタートしました、少しばらつきました、まずは先行、行きましょう、クリスマス勢いよ、さて50キロは裸同然ですよね、これはぶっちぎらないといけない、ノー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 ということが自己主張なんだ、自己主張をしっかりするんだ、そしたら自分の強さが生まれてくるぞ、完勝だ、強いね、重賞勝った、はい、ねえ、メシアのライバルになるんじゃないですかねえ、すごいスピードだ、やっぱりかなりスピードメンバーだけはあるね、はい、ね、机をね、引っ張ってきたいんだよね、ごめんなさいね、なんか落としてたら、よし。ね、最近断捨離もしたいなと思っていて、ね、このガンプラの箱はね、捨てるのが忍びないんで、ガンプラの箱をちょっと重ねてたんですけど、結構かっこいいんですよね、ガンプラの箱ってね。なかなか捨てれなくて、まあ、お尻にね、入れときました。ガンプラの箱ってロマンですよね。俺ら小学生の時に、ガンプラ集めてる友人がいて、なんか押し入れにね、積んでるんですよ、ガンプラの箱を。それで、なんか面白いのがね、なんか作ってないんですよね。後々なんか、ね、年を取った時に、プレミアがつくかもしれないから、なんか作らないで残してあるって言ってたんで、その当時、ね、かなり昭和だと思うんですけど、そういう人たちがいたんですよね。ね、誰の入れ知恵なのかな、ね、N 君って言うんですけど、ただ今もっといいプラモデルが出てるからね、昔のガンプラはさすがにそこまでプレミアになってるんですかね、ね、ガンプラも進化しましたから、はい、また未来で、はい、メッシャー状態どうですかね、ごめんなさい、なんか喋りにくいんだよな、後ろに持たれたんだ、声が変ですかね、はい、高塚全力です、ルメールしかいねえ、よし、ノーノーノーも出したいところやね、まあ連投させるわけにも
行かないからね。まあ、これまあ短距離からやっていこう。ね、なんか取ってないところは、あ、クイーンステークス行かせようか。ね、よし。1008ね、持つんじゃないですか。よし。うん。まあ、愛ちゃんがね、まだ行けるんで、まあ、1004ベストですかね、現状ね。まあ、1004ベストであるならば、まあ、もちろんコバにぶつけましょう。プロキオンステークス。はい。よし。うん、5G に関してはちょっと、どうしたらいいのかなっていうね。まあ、距離縮めるしかないよね。まあ、未勝利戦使いましょう。うん。うん、あまり期待できないかな。はい、それで高塚ですね。まあ、パークトマンはね、完璧な状態にしない方がいいですかね。パーフェクトマンは気象が、まあ、まあ、いいか。ね、いいよね。まあ、メシアですね。メシアの体調がね、気力が、ね、どうですかね。疲労溜まってるのかな。まあ、学びでいきましょう。まあ、好調ですからね。まあ、多少疲労はありますけど、まあ、出れるな。よし。OK。まあ、合宿レコード。まあ、合宿レコードはちょっと気象がね、荒いところあるんで、まあ、学びでね、行きましょう。まあ、それでやっぱりその、勝負強いね、ジパングは完璧な状態ね。うん、完璧な状態で G1 2勝してるんで、このままね、やっぱ、ね、決めるところは決めるまでですからね。ね。黄金の国ジパング。まあ、合わせ、馬なりやった方がいいよね。よし。来た。よし。ね、勝負をかけますよ。さて行きましょうか。ね、4歳4強揃い踏み。なんか子供いないよね。大丈夫だよね。よし、翌週。さてここはね、勝たないといけませんよ。絶対勝たないといけない。あ、メシアやっぱうちに入ってしまったな。まあ、あとは先行でいいと思うんですけど、逃げ馬が2頭いて、メッシアがやっぱりちょっと怖いかな。逃がした方がいいかな。逃がします。メッシアでも最後刺されるからね。まあ、ライバルがウィンバリアシオン、シバルブラン、奇跡ですからね。メッシア逃がそうか。内枠だからね。これ逃がした方がいいよね。持つかわからんけど逃がすわ。他の馬もやっぱり期待できると思うから。行こう、レース。並びがね、メシアが外だったら期待できるんだけど、まあ、メシアはだいぶね、距離もこなせるようになってきてると思うんでね、期待しましょう。おいおーい。おいおーい。おね、全然合ってないと思うんですけど、はい、行きましょう。春の G1 シーズンはこのレースで締めくくり。メシアが最後まで粘り切ってくれるかね。案外ジパングがね、差し切るんじゃないの。スタートしました。ちょっとスタートが悪い。メシア来ましたね。思い切って行きましたね。うちは荒れてないですよね。あと奇跡がね、まあいいところにいるのかな。ね、内枠からね、あそこだったら抜けてくるかな。まあ、外枠3頭ね、まあもうちょっと前だったらよかったんだけど、まあまあいいでしょう。外回ってるんで、はい、ちょっとペース早いんじゃないこれ。どうですか。ねえ、1000m 通過1分以上かからないとね。59秒はやっぱりメシアは垂れると思うんで、早い。これはちょっとメシア垂れるな。外枠3頭のが期待できるかもしれないね。ちょっと早いな。これは想定外ですね。あ、引っかかっとるわ。またアカシックレコード引っかかってんのかな。まあ、菊花賞引っかかってね、押し切ったんでね。ね、まあ、期待しましょう。はい。ちょっと苦しいな、これはな。ちょっとメシア持たないと思いますね。
逃げて引っかかったらダメだよね。まあ、最後ちょっと外枠さんと伸びてきてほしい。頑張れ頑張れ4コーナー。さてメシアが内から外から赤シックレコード伸びてこい伸びてこい。ちょっと壁赤シック来ている。メシアが先頭、粘ってくれ粘ってくれ。外から赤シック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 、ちょっとダメだ。やっぱり逃げはダメだった。ダメだわこれ。乾杯だ。ウィンバレーション、いや差し切ればなって。外枠3頭が全く伸びないっていうね、ちょっとメッシア戦略ミスやな。うん、やっぱ逃げ怖いね。他の3頭なんだろうね。ジパングと、まあ、パークトマンも入れ込んでたんですね。はい、また取れないか。参ったな。悔しいですね。まあ、ちょっと一旦切りましょう。はい、気を取り直してね、行きましょう。5G。5G を任せていいね。はい。まあ、取れなんだな。なかなか甘いことはいきませんね。甘いことはいけませんね。日本語おかしい。怪物くん楽しみやね。ちょっと芝地置きやっておきましょうか。どれぐらい走るのかね、スピコメ言われてないんで、ただ見逃しただけかもしれないので、これまあガンガンいけそうやね。ね、タフだし、足元強いし、ちょっと芝合わせいっぱいやっていこう。この馬がどこまで走るのか、1億円超えの馬だからね。もう出れるわ。出そうか。マイル戦。よし。楽しみやね、これまね。戸崎でいこう。はい。まあ、ののはね、順調に来ておりますね。まあ芝やっていこう。まあデビュー戦8だったからね、この間に関してはまあ持つんじゃないかなっていうね。はい、愛ちゃん。愛ちゃんもね、スピード調教やっていきましょう。あまりダート調教やっても変わらんような感じはするね、距離適正に関してはね。パークトマンはどうしてしまったのか。なんか取ってない重賞あります。まあ、取ってない重賞をね、中心に行きたいんですけど、まあ、ないね。あ、札幌記念も取ってるか。まあ、小倉記念行かせましょう。はい。ね、下回って、今日下回ってませんね。ごめんなさいね。典型的な2歳チャンプという感じがしますね。まあ、放牧ですね。はい。トゥーマ、内枠引く癖があるな。マカシックレコードもね、まあ悪くなかったんですけど、まあ完敗ですよね。まあこれまあ放牧やね。ね。はい。タフな馬だからね。まあ休ませよう。ジパングがね、まあちょっと壁だったんですかね。こんな大敗するとはね。なんか使いたいところですから、まあ G3 ちょっと勝負しましょうか。ね、函館記念あたりね。よし。まあ、ちょっと気力が萎えてるかもしれませんね。まあ、しゃあないな。よし。翌週。さて、5G ね。ライン、ちょっとなんでこんな弱いんだろうね、この馬。スピコメ言われたよね。参ったな。どうしたものか。5G こんな弱いんや。このまま万世じゃないですよね。はい。中京競馬1レース2歳未勝利芝 1400m コンディションは良。スタートしました。スピできます。ここで先頭が変わった。スピコメバなんですけどね、こんな収支が薄いんですか。ラインスピリットってそこまで強くないですよね。させる。最後グイッと一応スピコメバだろお前は。まあ完勝ですね。はい。はい。まあ C ジョッキーね、5G と言えるのかどうかね、もう引退してますからね。怪物くんもこんなまか。やっぱりコメント言われてない。ってことだよね。まあ、引退させるかな、この馬に関してもね。
ね、エディコンドルの初語なんですけど、この収支ではちょっと厳しいね。無理かな。マイクオレース、1億円馬こんなもんか。やっぱり大事なのはコメントですか。はい、まあしゃあないな、これはちょっと引退させるわ。晩成でしたっけ、この馬。晩成じゃないよね。まあちょっと勝つんかな、これね。粘ってくれ粘ってくれ、怪物くん行け、怪物くん、怪物くん行け、粘ってくれ粘ってくれ、なんとか最後まで垂れるな。頑張っている、頑張っているが刺されたな。ねえ。まあちょっと厳しいな、この場に関してはね。引退させよう。まあ今年のね、2歳はちょっと期待できないね。まあサクッといきましょう。はい。久々になんか2歳馬で期待できない世代がね、出てきてしまったなっていう。はい。まあ、三幸秀明で。よし。まあ、のののはね、順調ですよね。ね、ファミスタの実況動画上げたんですけど、夏休み特別企画ね。評価の方は結構入ってたんですけどね。まあ、いまいちかな。ね、視聴回数の伸びはね。まあ、まあ、しゃあないなーっていうね。まあ、それで、意外とね、6分間程度の、なんか雑談動画、ね、YouTube オワコンか、みたいな。それが、まあ、ちょろっと伸びてますね。伸びてるとは言えないかもしれませんけどね。200回、250回ぐらいか。まあ、あれね、最初からタイトル決めてたわけではなくて、まあ、ちょっと現状、オイラのチャンネルの現状について話そうと思っていて、YouTube オワコンかっていうタイトルは後付けですね。ね。なんか釣れないかなと思ってつけたんですけど、ね。まあ若い人は YouTube オワコンになってるのかな、どうですかね。なんかそういう話はよく聞きますよね。だからこれからはね、年寄りね向けっていうか、ね、年配の方向けの動画が伸びますよっていうのはもうすね 2,3 年前から言われてるんですけどね。まあ 5G はまだやれるかな。あれまた出れんのこれ。あ、放牧やね。はい。よし。まあ、怪物くん引退ですね。ごめんなさい、ね。間違えたわ。よし。まあ、引退や。よし。はい。まあ、YouTube オワコンかって言ってますけどね。まあ、ライバルが増えて、ね、その YouTube をやってる人が増えて、まあ、それで視聴回数が分散してるっていうことでしょうね。単価が下がってきてるとか、そういうのはないですよ。むしろ単価に関しては上がってるぐらいじゃないから。ね、円安の影響で、単価に関しては昔より、一時期よりも上がってる印象ですね。オイラの場合はね。だからそういう YouTube が出しぶりをしてるわけではなくて、YouTube をやる人が増えて、まあ、視聴回数が分散してるっていう、オイラはそう捉えてますね。オワコンというよりも、まあ、ライバルが多くなった結果なのかなっていう。はい、愛ちゃん。ヤハトさん、相馬なり。ね、ニコニコの収益システムっていうのはよくわからなくて、ね、ニコニコもだから、YouTube みたいに分かりやすい収益システムを作っていたらね、ニコニコももうちょっと盛り上がるんじゃないかなと思うんですけど、よく分から、未だにオイラは分からなくて、YouTube じゃないわ、ニコニコのね、収益システムっていうのがね、その差じゃないのかな、やっぱり YouTube が伸びたっていうのはね、分かりやすい収益システムだったんで、みんな YouTube にね、飛び込んだと。なんか、ニコニコの方は一部の人たちがね、なんか収益化してましたけど、その中に入れるのが難しいような印象で、よくわからない印象でね。まあ、収益化のね、ハードルっていうのは YouTube の方が絶対低かったと思うんでね。
そのあたりをね、なんでそういう YouTube の真似をしなかったのかなっていう、ニコニコはね、うん、まあ貫いたんですかね、自分のなんかポリシーみたいなね、無料でみんな動画を出し合って、うん、そういう文化があったじゃないですかね。お金のために動画を上げるのではなくて、あくまで趣味で楽しんで動画を上げてみんなに見てもらうみたいな、そういうね、あったポリシーみたいなものがあったんですかね。うん、よし、あー、ちょっとやっぱり慣れてるね。うん、だから YouTube に代わる収益化システムがね、もうちょっとね、 YouTube 並みに収益化システムが分かりやすくて、誰にでも参入できて、そういうなんかね、なんていうんだ、そういうのポータルっていうのかな、そういうなんか YouTube みたいなサイトができたらね、若い人たちとか飛びつくんじゃないんですか。あるのかな、今どうですか。うん、さて、あ、コメントね、はい、うん、ね、スピコメ来てほしいですね。早熟イレコンドルは何つけてたっけ、ディープがあかんのかな。うん、あれ、あ、3頭しかいないの。ちょっと今年の来年の2歳もちょっと厳しいですね。うん、来年3頭しかいないんや。まあ行きましょう、翌週。ちょっとこの辺りはね、退屈になりそうですね、今年の3歳と2歳はね。ああ、すごい印ですね、成長してきたかな。まあただ枠が最悪やね、これ先行でいこう。うん、よし、レイス。はい、ちょっとね、後ろにもたれます。はい、中京競馬10レース G3 フロキオンステークスダート 1400m、 コンディションは良。スタートしました。さて、ちょっとね、後ろにもたれて、うん、まずは先行争い、まあ、いきましょう。さて、11ね、11来ましたよ。14ならバッチ怖い、14ならバッチ怖い、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 させさせさせ、バッチ怖い、バッチ怖い、粘ってくれ粘ってくれ、よし、完勝やよね。バッチ怖いって言ったら、あの、思い出しますけどね、レーザーラモン HG ね、ね、バッチ怖いって昔野球部で言ってましたよね。バッター怖いの略ですからね、略じゃないか、言い方を変えただけで、バッター来いよっていうのを、バッチ来いって言ってる。昔ね、少年野球とかでよく言ってたと思うんですけど、なんか言ったらあかんようになったっていう話は聞いてたんですけど、ね、レーザーラボンさんがなんかネタにして、ね、さて、ジバング。うん。まあ、池添ジョッキーですね、この血統はね。はい。アカシックレコード。うん。タフやね、お主。お主、タフやね。うん。まあ、この間に関しても成長力そんなないな。ね、機械賞を勝ったときはどこまで伸びるんかと思いましたけど、やっぱり早熟かな、この間もね。うん。はい、うん、パークトマン、まあお任せでいきましょうかね。はい、うん、愛ちゃん結構タフやね。まあ重賞も勝ちましたし、うん、まあエルムステークス行かせましょうか、まあ、それで報復出して、まあ、チャンピオンズカップをね目指していきましょう。17持ったら最高やけどね。うん、うん、まあ、ののもね、順調に来ております。よし。ちょっとこれ、がれてんのかな、ひょっとしたら。もうちょっと体重増やした方がいいの。ね、そんな感じがしますね。うん。はい。
ね、ファミスターどうですかね、あの続きやりましょうかね。ナムコスターズ相手に快勝したんで、もちろんね、操作するチームは阪神タイガースで、ロックおろしも歌いましたんで。あ、ジパングやっぱり CC グリグリですね、G3 ならね。まあ、ここは楽勝してもらいましょう、レース。ね、ジパングも早熟ですけどね、7月入級なんで、ね、成長力があるのかわからないですね。まあ、次の目標はね、もちろん空き店ですからね。あ、うちあれ取るね。うん。まあ、枠は最高ですから。10レース、G3、函館記念、芝2000メートル、コンディションは良。スタートしました。うん。まあ、スキップできます。まあ、ここは力が違うでしょう。ね、手応え抜群。前は空いてる。空いてるかな、こっち。外の間、やばいやな。抜けてこれるかな、これ。壁じゃないの、これ。あれ、意外と伸びない。あれ伸びないですね、壁なんですかね、ちょっと壁やったんや。もう何やってんねん、もうジョッキー空いとるかな。ちょっと怖がって抜けれなかったんですね、下手くそですね。馬の責任なのかジョッキーの責任なのか、うん、はい。まあ中途半端になんか壁だったんだろうね。うん、池添ジョッキー頼ませ。はい、はい、アカシックレコード、うん、あれアカシックレコードまだよね、これ出してあかんね、はい、うん、ね、G3G2 ではね負けるけど G1 では強いジバングですね、うん、うん、アカシックレコードもまあね戻ってきましたね。どこ使いましょうか。うん、まあ G3 使ってもいいんですけどね、ここら記念使いましょうかね。はい、はい、愛ちゃん、まあスピード初級やっていきましょう。うん、のののちょっとこの特に変わったところもなく、まずまずの調子で出てるときはちょっと馬体重ががれてるってことですかね。そうかもしれないね。ちょっとあの学んでいくわ。うん、がれてるんだろうね、これ。ひょっとしたら成長してるんでしょう、ひょっとしたらね。うん、まあいきましょう。ちょっとなんか退屈なところですけど、まあサクサクいきましょう。うん、はい、のののね、1008、久々の1008。うん、まあ、カーダ優雅のノーノーノーになってほしいね。まあ、馬なりでいった方がいいな、これはね。はい。うん。うん。まあ、アイちゃんもね、順調に来ております。そう、アイちゃんもトゥルーマーの子供だからね。うん。うん。はい、アカシックレコードもね、スピード調教やっていきましょう。うん、まあこの辺りはちょっとサクサクいきましょうね。あ、ジパングは放牧やね。よし。よし、放牧です。うん。よくしゅう。さてね、距離もまあ白三角ついてるんでね、スピードは上だと思うんでね。相手弱いね。クイーンファインってオイラのクラブ前ね。レジネッタ、テルセット、まあ弱面ですからこれは勝たないかんね。まあ打ち荒れてるのかな、これひょっとしたらね。どうですか。はい、行きましょう。札幌競馬10レース G3 クイーンステークス、ね、昔の動画をねちょっと見てたんですけど、ね、まあ、一時期は1000回超えが当たり前で、
っぱりね、万超える動画もね結構あったんですよね。うーんっていうね、だ昔はだからその登録者よりも視聴回数が多いっていうのがほとんどだったんですけど、今ね登録者よりも視聴回数が断然低いですからね、ねえひどいなっていう。まあ2番手ですね、いきましょう。さて、押しきとし内から、これ最高の競馬だよね、最高の競馬。うん、うまいうまい、うん、これ先頭に立ったら粘ってくれ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 、おー強いわ、のののこれ凱旋門賞いけるんちゃうね、距離もこなせるようになってこれ強いわ、これ秋天一番期待できるんじゃないの、のののね、週刊賞生かした方がいいかな、ねえめっちゃ強くなっとるやん、7馬身差のぶっちぎり、まあ相手が弱かったのもあるんだけど、こんな強くなってるとはね。はい、ナサニエル3区、お蝶夫人の子供ですからね、お蝶夫人そんな走ったイメージないんですけど、こんな強い馬が生まれるとはね、一頭だけね、すごいね、うん、やっぱり自分の意見を持ってる女だよねこれね、女性の時代ですから、ノーを言うことから始まる、ノーあの猿の惑星で印象的なセリフがあって、たった一つ覚えてるセリフがあるんですよ、それがノーですね俺らあの映画とかあのセリフとか全く覚えられないんで、うん、覚えてるのがノーですねそれは誰でも覚えられるよなっていう。さて岩田未来、よし、うんうん、小倉記念2頭出しですけど、まあいっか、はい、よし、うん、メシア、まあ、メシアはまあスプリンターズステークスからね、まあ空き店ですね、うん、うん、このままも成長力あるタイプですからね、今が旬かもしれませんね、これからですね、うん、まあ秋空き店取りたいな、うん、うん、ねえ、あとだからこのアカシックレコードがね、どうにもこうにもね、なんか入れ込む時があってようわからんな、ね、希少なんとは言われてないんでよくわかりませんね、うん、ね、大阪へも発着ですからね、京都記念勝ってるんだよね、うん、え、これまオルカマは何が勝った、オルカマはそうか、上沼が勝ったやったっけね、うん、まあ、飯は任せていこう、舞ちゃんが距離持つようになったらな、最高なんだけどな、うん、舞ちゃんがなんかチャンピオンズカップ勝てる感じは現状しないんですけどね、ちょっとこのまま体重ね増えてるね、まあ6月だからこのままちょっと成長力あるタイプだ、うん、ミスってしまったな、うん、うん、まあ今はそんなお金がないですね、うん、うん、よし、あのぬの放牧ですね、はい、いやこれまま強くなってきた、やっぱりね、スピコメバだ、かなりスピコメバだけあって強くなってきたわ、うん、うん、行きましょうか、あコメントですね、あ、スピード来た。あ、来たね。入れコントロールパスが来たよ、これ。嬉しいですね。ディープで。ね、よし。男馬で。まあ、かなりじゃないのがね。お母さんかなりスピコメだったっけ、入れコントロールは。どうでしたっけね。うん、ちょっとコメントメモね。はい。よし、OK。翌週。ね、スピコメ来ましたね。3頭の中からね。よかった。うん。あとは希少なのを受け継いでなければいいけどね。ちょっと終始がね、ラストインパクト意外と終始熱いんだよな、うん、先行先行、うん、まあいっか行こう、うん、印は大したことないな、はい、まあ小倉は荒れてないですね、 G3 小倉記念、まあ、パンパンの両馬場。スタートしました。
まあちょっとうちが詰まるかもしれませんけど、岡本氏、抜けてこい。ね、アカシックいい位置。ね、パークとマンはちょっと厳しいかな。アカシック来た。粘ってくれ。最後まで持ってくれ。菊花賞は最後まで持ったはず。根性で。パインシーズンに差し替えされてたらあかんわな。1分57秒9、高度計ですけど、2着に敗れてしまいました。これが菊花賞馬かという、なんか最後の差し替えされ方でしたね。ねえ。頼りないな、アカシックレコード。宇宙の深淵を知ってるんやろ？ねえ。最近だから YouTube の CM 見てるんですよ。ねえ。プレミアム解約したんで。やっぱりありますよね。アカシックレコードみたいなものに、つながるメソッドみたいな。ああいうの、俺ら全く信じないタイプで。いや、俺らはアカシックレコードに関してはあるんじゃないかなとは思ってるんですけど、それにつながるメソッドとか、そういうのは全く信じないタイプで。瞑想とかはいいと思うんですけどね。そういうの高いお金出して買った方います。俺らの実況をご覧になられてる方ね。競馬やってる人でそういうタイプは少ないですかね。騙されやすい人っていうのは。僕らそういうのをもう正直バカみたいに思うんで、ね。そういうふうに騙されないタイプですから、俺は。疑り深いタイプですからね、意外と。意外と疑り深いですよ、俺らは。だから、YouTube のコメントでもね、昔あったんですよね。中学生だって言ってくる方がいて、なんか、で、やけにね、詳しいんですよ、昔の競馬について。それで、俺らもまあ、話し合わせて、へえ、よく知ってるね、中学生の割には、とか言って、コメントを返してたんですよね。まあ、あれ、Twitter かな ?Twitter でその、やり取りしていて、そのうちになんか、その中学生の方が、なんか競馬場に一緒に行きませんかみたいな感じで、ね、そんな感じで、なんか、Twitter で話しかけてきて、それでしばらくして、まあ、俺ら、関西に住んでいて、その子は東京だったから、もう行けないね、っていう話をしていて、それでね、まあ、親密になったと思ったんですかね、相手はね。俺らはそんな、まあ、軽く変身してただけなんですけど、そしたら、その中学生の子が、なんかね、悩み事があるって言い出したんですよ。聞いてくれませんかって言って。いや、俺、そういう、ね、そんな悩み事聞かれても困るからって言ってるんですけど、なんか、話してきて悩み事を、その内容っていうのが、なんか、インポになってしまったんで、そんな話をしてきたんですよ。バカじゃないかなと思って。これはっきり言ってなんか詐欺みたいな感じやなと思って、ね、そういうのはだから医者行って聞きなさいとか言って、ググって聞きなさいって言っても、キックさんの意見を聞きたいんですとか言い出して、もう正直もうなんだろうなと思ってブロックしましたけど。ひどいなと思って、そういう方いるんでね、まあ、俺らもうだから、ね、それはちょっとひどいなと思いましたね。一番ひどかった人かな、その人は。多分中学生じゃないと思うんで、中学生の方なんかな、どうなんだろうね。こんな話したらいかんかったかな。ねえ。ねえ、だから、怖いですよね。まあ、俺ら顔出しそんなしてませんし、女の子とかだったらね、顔出しするのはやっぱり躊躇するっていうのが当然じゃないですかね。もっと、だから、オイラでもそういうことがあるぐらいなんで、女の子だったらいっぱいあるでしょうからね。まあ、顔出しするのは怖いなっていうね。パークマンどうですか？まだいけるんか。まあ、新潟記念使いましょうか。はい。はい。ね、疑り深いぐらいのがいいですよね。何でもかんでもね、そんなついていったらね、美味しい話についていったら絶対騙されるんで、ね、アカシックレコードにつながるメソッドとか、そんな、どうなんですかね、正直ね。俺はそういうのにお金を払う気はしませんけど。はい。飯は順調ですね。飯はまあ、スプリント直行かな。はい。もしだからね、ね、
ね、視聴者の方と会うならば、やっぱりその、ね、オフ会なりするなり、オフ会やってくださいってね、もっと視聴回数が多かったところは言われてたりしてたんですけど、まあ、そういう形ならね、いいなと思うんですけど、まあ、そこまでね、おっさんに会いたい人がそこまでいるのかなと思って、ね、やるならオフ会ですけどね、まあ、今そんなやれませんけどね、こんな200回ぐらいしか回ってないんで。ね、うん。まあ、怖いなっていうね。女の子は特に怖いんじゃないですかね。うん。さて、ね、翌週でいいかな。うん。はい、翌週。はい、エルムステックス。うん、相変わらず一番下の収集が薄いね。うん。まあ、相手がゴールスキー。まあ、収集厚くなったんでね。ね、まあ、先行でいきましょうか。レイス。まあ、期待したいな。17で、まあ、ちょっと一番下の収集が薄いですけど。頑張ってほしい。うん。はい、うん、札幌競馬10レース G3 エルムステークスダート 1700m コンディションは良スタートしました。うーん、ちょっと遅れてしまった。これは厳しいな。入れ込んでるんですかね。うわ、最高からオーストブン回しで、これはさすがにないわ。ひどい競馬ですね。これハイペースなら指してくるのかなと思いますけど、まあダメだねこれね。はい、うん、こういう競馬予想してなかった。まあ、いったな。うん、はい、まあ、最後ちょっと垂れてたね。はい、うん、ひどいね。うん、うん、まあしゃあないわ。うん、あ、ちょっと行ってあげましょうかね。はい、はい、行きましょう。あと10分ぐらいやめましょうかね。うん。アイちゃんは、アイちゃんタフだったね、そういえばね。はい。うん。まぁ、ちょっと放牧出そうかな。うん。よし。うん。うん。まぁ、5G はお任せでいいよね。うん。うん。メシアもね、スピード調教中心にやっていきましょう。よし、うん、うん、まあアカシックレコードもねタフな間なんで、まあ、次どこ使おうか。うん、やっぱり新潟記念ですからね。よし、ちょっと待って、取ってない、なんか取ってない重賞を出したいね。うん、この間に関しては距離はねオールマイティーな感じがするんで、まあ、取ってない重賞をね取りたいなっていう。セントール形成杯も取ってるんやね。ウォールカマは取って、ね、ほとんど重賞取っとるなっていうね。ローズステークスが取ってないんか。まあ、牝馬だからまあ出れませんから。うん。まあ、重賞もね、かなり多くなってきたね。まあ、新潟記念出しましょう。はい。よし。京都大賞典あたりは取ってないのかな。ひょっとしたらね。毎日間取りましたよね。うん。うん、まあレース出す馬がほとんどいないので翌週。はい、ジパングですね。よし、まあ、ジパングもね空き店目標ですから、何か叩いて空き店ですけど、まあなんか取りに行きましょうか。京都大賞典取ってる。あ、取ってるね。まあ取ってない重賞ないね。あ、新潟牝馬ステークスなんてあるんや。取ってないのこれ。これでなんか出したいね。まあレースないんだよね、取ってないね。オルカマ行こうか。よし。うん。まあ、ジパングに関してもどういう調教したらいいのかな。まあ、芝合わせいっぱいやっていきましょうか。もうスピードは伸びないか。うん。ダートの方がいいのかな。うん。アカシックレコード。うん。まあ、芝やりましょう。うん。まあ、メシアもね、まあそこまで安定感はないよね。お父さんほどの強さはないのかな。うん。あ、戻ってきましたね。
まあ、使いたいですけど、やっぱりそのね、うん、このまま逃がしたらあかんねえね、うん、まあスプリンターから空き店ですね、うん、まあそれでまあね、やっぱりその凱旋門賞を考えたいんで、ジャパンカップあるいは行かせましょうかね、うん、うん、まあ翌週はい新潟記念、うん、よし、うん、パークトマンもか、まあいっか、うん、出しましょう、はい、吉田隼人だよ、うん、パークトマンちょっと厳しいな、はい、5G、うん、まあ1000人の方がいいでしょうね、これはね、C ジョッキーで、はい、うん、愛ちゃん、タフだね、うん、ノノノ来たね、よし、まあ、ノノノもね、スプリンター行かせましょうか、まずは、うん、ガチンコやね、ねえ、メシアとガチンコやね。まあ、この間に関しても、まあ、3戦4戦だよね、持つのはね。うん。うん。まあ、5G もね、調教しましょう。まあ、馬なりと。よし。果たして重傷でね、通用するのか不安ですね。うん、まあそれでメシアもね、まあ、順調に来ております。ねスピード調教がなんかね、その器を超えるとスタミナに変わるみたいな、そういうのがあるんですかね、今年じゃねえや、今回のスイッチ版ダビッサもね、うん、うん、馬なりでいきましょう。まあ、今回はね夏競馬を終えるところまでやりましょうかね、ね、はい、よし、うん、まあジパングもね、まあ、まあ成長してるんではないでしょうかね、函館記念見たらやっぱり成長しとるよね、うん、よし、翌週、さて、まあ、アカシックレコードいいね、うん、まあ弱面ですからね、行きましょう。まあ、アカシックレコードも最高潮という感じですね。ね。新潟競馬10レース G3 新潟記念芝外回り 2000m コンディションは良。さて行きましょう。ね、最高の位置取り、アカシックレコードが伸びてきた、宇宙の深淵を知る男、宇宙の深淵を知る男、いや宇宙の深淵そのものだ、粘ってくれ粘ってくれ、ちょっと外からザザロが来ている、あーなんか勝負弱いな、ね、乾杯だ、うーん、まあ乾杯ですね、うん、頼りない、本当に宇宙の深淵を知る男かよっていうね、うん、はい、うーん、収集薄いな、ワンカラット、馬に関してはね、ちょっとわからんな、5G は。まあ、逃げていこう。うん。5G は頼りないな。うん。ね、やっぱり夏さんも言ってましたけど、やっぱり竹内坂ジョッキーとか、最後までしっかり追わない時があるって言ってね、俺らもそう思うんですけど、諦めが早いというかね、馬に無理をさせてないのかもしれませんけど、そういうのがちょっとね、目につくんで、ノリさんもね、ノリさんも本当に、なんか全力で乗ってる感じがしないんですよね。うん。野口さん、武豊ジョッキーというと。うん、もう 5G なのかなっていう。ねえ、まあ、がむしゃらになんか、その、全力で乗る必要っていうのは、まあ、ひょっとしたらないのかもしれませんけどね。そんな、全力で追ったからって馬が伸びるのかといえば、そうでもないと思いますしね。ねえ、まあ、ベテランだから、そういう考えなのかなと思いますけど、うん、ね、まあ、ファンはやっぱり素人ですから、ね、やっぱりしっかり追ってくれよと思いますよね。うん、さて、いちいち、ちょっと仕掛けんの早いんじゃないの？仕掛けんの早いんじゃないの？そんな外回る必要ある？シージョ聞け、先頭立った、頑張れ頑張れ、おえおえ、体力がない、ちょっと腕力を鍛えるんだ、腕立てて鍛えるんだ、ちょっと垂れたな、仕掛けるの早いよ。うん、はい、まあ僅差でしたからね、悪くはないですけど、
うん、はい、スタート悪かったんだ。はい、9月ですね。うん、もう1、2週間やりましょうかね。待て待て待て、アイちゃんなんか出して終わりましょうかね。何出しましょうか。ああ、ダート1008ぐらい使ってみましょうかね。うん、ね、試しにオープン特別ならばダート1008こなせるかなっていう。うん、戻ってます。どうですか状態。うん、まだやね。うん、馬体重はちょっと増やした方が良かったよね。うん、よし。うん、まあ、ノーノーノーもね、順調に来ております。はい。まあ、これまでもね、スプリンターズステークス直行でいきましょうか。ね。うん。よし。うん、まあ、5G はね、一生クラスからいきましょうかね。1000にありますね。使いましょう。あまりね、使い詰めはね、体調悪いんで厳しいですけどね。うん。はい、メシアもね、順調に来ております。うん、まあ、アカシックレコードは頼りないな。うん、まあね、空き店前に何か叩くので、まあ、京都大商店行きましょうか。よし。はい、ジパング。うん、どうですか、戻ってきた。まだやね。うん。あ、コメントやね。よし。おお、タフ。うん、よし。3頭だよね。4頭、4頭いたっけ?4頭いるね。はい。よくしゅう。はい、愛ちゃん。距離こなしてほしいですね。もう福永祐一しかいねえよ。うん。5G。うん。まあ、勝る男、カード優雅で。それで今回ここまでにしましょうね。うん。ノーノーノー。よし。うん、愛ちゃん仕上がってましたっけ。どうでしたっけ。まだかな。マナリやった方がいいか。アースでマナリやろうか。よしよし、ね、仕上がりました。OK。あとは距離だけですね。うん。メシアはもう仕上がってるんかな。仕上がってましたよね。よし。あ、メシアやっぱり508で太いんや。ね、太めなんやね。498ぐらいでいいんですね。うん。うん。まあ、アカシックレコードはちょっと販路やりましょうかね。うん、まあちょっとジパングもね、仕上げていかないといけませんね。うん、なんか仕上がらないな。まあウッドマナリで、うん、よし、 OK。 はい、ね、今週までやりましょう。さて、翌週、うん、まあ一生クラスならね、この収支ですよね。まあ行きましょう。阪神競馬3レース2歳1勝クラス芝1200メートル、コンディションは良。スタ
うん、インスタと、うん、打ち入って、ね、伸びてくると思いますよ、これ、うん、力が違うでしょう、ね、はい、うん、ね、やっぱりスプリンターなんですかね、まあ、結構強いですね、スピードありますね、はい、うん、まあ、タイムは遅いですけど、まあ、相手が弱いですからね、まあ、楽勝でした、はい、うん、うん、まあ、ね、強くなってきましたね、よしよしよし、これは何月デビューでしたっけ。ね、まあ、まあそこそこやっぱりスピードあるな。うん。これから期待しよう。あ、そっか、5G だから 5G に乗っけないといかんのや。うん。まあ、いちゃんも1008ね、CC ついとるね、一番下ね。うん。まあ戦後でいこう。レース。まあ出遅れないようにね。うん。うん、まあこれならばひょっとしたらまあね、1008はこなせるかもしれないね。中山競馬、どういう競馬ができるか。ラジオ日本賞ダート 1800m、 コンディションは良。うん、いいスタート。ここで先頭、うん、1-1、これは来たんちゃうね。最後までグイッと伸びろ、距離は大丈夫だ、距離は大丈夫ださせさせさせ、アイちゃん来た、アイちゃん来た、させさせ、ちょっと苦しい、一番のが手応えいい、一番のが手応えいい、苦しいなこれね、2着や、やっぱり距離がね不安ですね、はい、最後刺されなかったか。マハタスカイってダート走りましたっけ。うん、1008ちょっと厳しいな、うん、はい、まあしゃあないね。うん、というわけでね、次回 G1 戦線ですからね、まあ今回ちょっと退屈だったかもしれませんけど、はい、うん、はい、ジパンクのね、秋指導戦、はい、まだこれからですよ、このままもね、うん、よし、というわけでね、今回ね、これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。